支援証明書は、鉄道事業者やバス事業者が自社局の運行する列車、バスの遅延を公式に証明する目的で発行する証明書である。事業者によっては延着証明書とも言う。日本の都市交通は、ダイヤなどの点で世界に例を見ないほど正確であり、遅延時に駅において、遅延証明書を配布しているのも日本以外ではまず見られないという。駅で発行された遅延証明書の例。この様式では周囲に入橋枠があり、挟み込みやパンチ穴を入れることで証明としている鉄道事業者が運行する列車が何らかの理由により定刻通り運行できなかった際、列車が遅延したことを証明するために発行される商標である。なお、遅延証明書は単純に列車の遅延を証明するだけのものであり、それによって生じた損害を事業者が賠償したり、乗車券の払い戻しを行うためのものではない。通勤・通学時に列車遅延により遅刻をした場合、この遅延証明書を所属する勤務先や学校に提出することで、その遅刻が不可抗力によるものであることが認められ、遅刻をしていないものとみなすといった配慮が所属団体からなされることがある。また、公述するインターネットのウェブサイト上で発行される遅延証明書では前述した配慮を行わない場合がある。切り落とす方式の証明書の例。おおむね 10cm、15cm 前後の紙片に発行会社名、駅名、列車が遅延した日付と遅延時分が記されている。東日本旅客鉄道の遅延証明書の例。遅延証明書の様式は鉄道事業者によって異なる。また、鉄道事業者によっては駅ごとに異なる場合もある。鉄道の場合、遅延による影響を受ける人数が多く、短時間で大量に作成する必要があるため、実際に発行するときには、証明事項をその場で書かず、所定の欄に入橋する、あるいはスタンプを押印する方式として、作成にかかる作業時間の短縮を図っている。東日本旅客鉄道など、遅延時分の記載がないまま発行する場合もある。遅延があった路線の駅で配布される。また、列車直通先、接続先の路線の駅でも配布されることがある。改札で配布されるのが一般的だが、他車線と同一ホーム上で乗り換えられる駅等では、ホーム上で配布されることもある。ウェブ上での発行東日本旅客鉄道、西日本旅客鉄道、東京地下鉄、東京都交通局、東京急行電鉄、小田急電鉄、東武鉄道、京浜急行電鉄、京王電鉄、相模鉄道、西武鉄道、京成電鉄、新京成電鉄、北総鉄道、横浜市営地下鉄、首都圏新都市鉄道、横浜高速鉄道、千葉都市モノレール、愛知高速交通、阪神電気鉄道、大阪市交通局、近畿日本鉄道、阪急電鉄、山陽電気鉄道、福岡市交通局などでは、公式ウェブサイトでの遅延証明書発行サービスを行っている。なお、これは実際に列車に乗車しなくても入手できるため、遅延が生じた列車に乗車していたことを必ずしも証明するものではない旨記載されている。路線バスの場合も、鉄道と同じ目的で発行されるが、事業者によって扱いは異なり、運転士がその場で発行する事業者と、その路線を管轄する営業所で発行する事業者がある。また、バスは専用道路を走るものを除き一般の道路を走行するという特性上、道路事情によって時刻表通りに運行することができない場合もあり、遅延証明書を発行しない事業者も存在する。谷川和美、こんなに違う通勤電車、関東、関西、全国、そして海外の通勤事情交通新聞社新書、2014年3ページ、ホームページにおける遅延証明書の発行対象時間拡大について、ありがとうございます。